中日ファン、そろそろ野球を見るのが辛くなる。なんで野球見るだけでこんな苦しい思いせなあかんのや。毎日試合開始が近づくだけで胸が苦しいのやが。ここまで耐え切ったなら余裕やろ。そういう気持ちになった時は日ハム見ると心が落ち着く。10年間こんな感じなのに何を今さら。細川の成績でポジっていこう。福永出てる時は精神安定する。秋井のカリステアルモンテより迂回優先するなら負けてもまだマシや。万年最下位候補だったのを耐え続けたオリックスファンが2連覇を見れたんやで、いつかは報われるんや。立浪言うとるけど、逆に誰が監督ならこの状況を変えてくれそうな。 WBC 走行試合がピークだったな。まあ長いシーズン多少は下振れの時もある。4月の負け程度でピーピー騒ぐな。ご視聴いただきありがとうございます。主に中日ネタを中心に毎日投稿していますので、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。